昨年は5年ぶりのボディービル大会で90キロから70キロまでダイエットしたんですよね。それがいつの間にか85キロまでになってしまったんで、これではいけないと思って、まあ、1月ちょっと控えて82キロですかね。まあ、この辺は誤差なんでしょうけどもね、まあ、59歳、まあ、今年は60歳になるからですね、60歳の記念大会ということでちょっと頑張りたいと思います。まあ、メンバーさんもね、大会頑張る人がいるから、まあ、一緒にね刺激をもらいながらやりたいと思います。こうやってポーズ取るのが大事なんですよね。アイソテンションといって筋肉を固めるって感じですね。背中なんか意識するのが大事ですからですね、背中を動かしたりですね、まあ、腹筋を入れたり大胸筋を入れたり僧帽筋もですね、で自分の筋肉が動くのを確認するとですね、トレーニングにも役立ちますから、まあ、これ視覚による刺激なんて聞かせるトレーニングで言ってるんですけどもね、まあ、固めれる筋肉は肥大するということですね。私もまあ60歳の記念大会ですので、ちょっと今から頑張っていきたいと思います。まあ、ダイエット、サラシムのダイエットを開始いたします。